夢の谷は、スタンリー・ジー・ワインボームによる短編 SF 小説。彼の第2作で、第1作、火星のオデッセイの続編である。書出は、ワンダーストーリーズ史1934年11月号。日本語訳は、SF マガジン1975年12月号に、風見淳による翻訳で掲載された。宇宙船、アレス号が火星を出発する予定の2週間前。 ハリスン船長はアメリカ人科学者リック・ジャービスとフランス人の生物学者ピエール・リロイをフィルム回収に行かせた。この一週間前にデイビスの予備ロケットがサイル高原に不時着した。道すがら二人の地球人は荷車生物のいる町とピラミッド建設生物がいる場所に立ち寄ってリロイが標本採取を行った。サイル2で 壊れたロケットからフィルム缶を取り出した後、東へ向け、サイルワイに飛び立ち、鳥のような火星人トーイールの消息を探した。運河近くで何千年も経った荒れた奇妙な街を発見した。建物には鳥に似た火星人のトーイール族が住んでいた。やがてトーイール自身も見つかり、ジャービスとトーイールは再会を喜んだ。ジャービスは トーイールに頼み込んで街を案内してもらった。ある建物でネズミのような生物が火星人の書籍の上に鏡込んでいた。トーイールは怒ってネズミ生物を追っ払い、本を棚に戻したが、二人の地球人にはネズミ生物が本を読んでいたのか、食べていたのかは判断がつかなかった。その建物は図書館らしいが、トーイールの指す方向を見ると、 腰掛けた火星人の前で一人の人間がひざまずく巨大な壁画があった。壁画の火星人はエジプトのトート神のようだトリロイが言った時、トーイールが興奮してその名を反復し、自身と町の皆を指さした。二人の地球人は悟った。トーイール族はトートであり、古代エジプトを訪れ、時の頭をした神となったのだと。次の三日間、トーイールは、 地球人たちに街を見せた。太陽動力のポンプ基地があり、運河に水を流すように工夫されていた。旅の最後、古代の火星外2キロメートル南方に地球人たちは、夢魔獣が、うじゃうじゃいる谷を発見した。二人は、夢魔獣に誘惑され、今まで望んでいたものがすべて眼全に広がり、されるがままに前方に駆け出した。いいが、夢魔獣を一匹倒すと、 瞬時に、ジャービスが正気に戻った。ジャービスも、銃で、夢魔獣を撃ち、リロイを襲っている、もう一匹を殺した。三人は、谷から逃げた。ジャービスとリロイはロケットに戻り、夢魔獣から逃れて一息ついた。アレス号に戻る前、地球人たちは、別れの贈り物として、不時着したロケット残骸のところへ遠いーールを連れて行き、原子力機関を与えた。 トートたちは原子力に通行して、もはや太陽動力に頼らずとも自分たちの文明を維持できるようになろう。以下に挙げる、スタンリー・ジーはインボームの短編集に収蔵されている。ありがとうございます。